皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からはジョセフさんが11月23日に配信した2024年の予言第1弾を2回に分けてご紹介します。2024年の予言。2023年は大変に荒れた年で、宇宙人が降り立ったのを見たという人がラスベガスやネバダに現れました。どうか皆様気をしっかりと持っていてください。2024年は大きな変動が起きる年になります。新たな先進医療が世に出てきたり、今まで見たことがないような驚くべき技術を見ることになるでしょう。そして歴史上かつてないほどの大地震もやってきます。本日はチャネリングをして2024年および2025年に何が起こるかを探ります。一体私たちの将来に何が待っているのでしょうか。今回はこれから何度か行う一連の2024年に関するチャネリング予言の第1弾となります。真実とともに、美しい魂をお持ちの皆様、本日は素晴らしい日をお過ごしであることを祈っています。このチャンネルを訪れた皆様、そして戻ってきた方々、私はジョセフ・ティテル、スピリットマン JT と呼ばれています。本日お付き合いいただきありがとうございます。真実の予言と信託をお知りになりたければぜひともこのチャンネルをご覧ください。皆様からの愛とご支援に心から感謝します。この無料のコンテンツをお届けできるのもひとえに皆様のおかげです。限りない愛と感謝で皆様をお迎えします。それでは2024年のチャネリング予言を始めましょう。自分を心地よい状態にしてルミアンの石英でできた水晶を置き、目隠しをしてトランス状態になる音楽を聴きながらチャネリングをします。2024年および2025年に何が待っているのかをこれから見に行ってみましょう。2024年は無限の可能性に溢れた年になり、素晴らしい新たな発見や新たな解決方法が医療分野で出てきます。それと同時に人類に大きな変化が始まり、変わりたくない人たちにとっては苦痛を伴います。その変化は突如1月から始まり大きな驚きをもたらすでしょう。1月のエネルギーは多くの壮大なる終焉を引き起こし、指導者たちの失脚を目にし続けると思います。多くの政治家たちは多大なる命の危険にさらされ、多くの指導者たちは私たちの目の前で排除されます。2024年から2025年にかけて多くの権力の交代を目撃するでしょう。何も変わらないことが誰にとっても生きやすいものであり、ちょっとした変化に耐え難い苦痛を感じる人たちもいるのです。この地球に偉大なる変革が2024年と2025年に発生し、ある人たちにとっては絶望的な事態となり、必要とされる変化に必死になって抵抗する勢力も現れます。2025年の年末までにはあらゆる物事が今と違う状態になっています。この星の陸地でさえ動いて変わっているのです。海中に沈んでしまう場所もあれば新たな陸地が海から現れる場所もあります。大地は大いにうごめき、人類がかつて見たこともないような大地震を味わうことになるでしょう。母なる地球は苦しみもだえ、ポールシフトが始まり、多くの国の政府は人々に真実を伝えることを頑なに拒むでしょう。気候変動による変化だと政府やマスコミは言い張りますが、真実は全く異なり、さらなる覚醒を促します。常に今までにない大規模災害に対して備えてください。サンフランシスコが頭に浮かび橋が見えています。その橋が嵐で揺さぶられ、そして大地震がカリフォルニアを襲います。道路が広範囲にわたって歪み、地震により川沿いの道がひび割れ水が噴き出し、川の流れが今までとは違う方向に変わります。そのような事態が世界中で起こるでしょう。来年の特に夏場にユーフラテス川がさらなる異変に見舞われ、黙示録で語られているようにユーフラテス川が干上がるのです。多くの人たちがこれこそ第三次世界大戦だと叫びますが、
実際には皆様が想像しているような形ではその対戦は起きません。それはあと数年先の話になります。人々が準備できるまでにまだ時間がかかり、その意識は瞑想や祈り、そして儀式を通じて変化するのです。そうやって一番良い状態を作り出します。2024年は皆様自身をいかに癒すかを学ぶ時期であり、そして皆様自身が奇跡を起こせることに気づくのです。それは皆様の健康にも当てはまり、今までかかっていた医者や医療が実は恐れと懸念ばかりで全く希望がないことがわかります。そして限りない可能性があることに気づき、それが現実になるのです。自分自身で調べることで本当に病気が治せる多くのやり方を見出し、今まで隠され抑圧されていた治療法が皆様の目の前に現れるのが2024年と2025年に起こります。水の流れが大きく変わり、大地を大規模に洗い流す事態を見ることになり、特に3月と4月にその動きは顕著になるでしょう。2024年の早いうちに大嵐が襲ってきて、2025年には今まで見たことのないような記録破りの大雪に見舞われます。世界中で権力構造に大変革が起こり、その流れは2024年と2025年に加速します。多くの指導者たちが様々な形で失脚を余儀なくされるでしょう。光と闇との戦いがさらに激しさを増し、人々の膨大な覚醒が新たな段階まで達する出来事が2024年に起こります。この年に無限の可能性があることを忘れてはなりません。ニューヨークとニュージャージーの海岸線で大変な事態が起こります。何かしらの物質が海岸を覆い尽くすことになり、大規模な石油の漏出を意味しているのでしょう。多くの人々が抗議行動を起こし、クジラなどの哺乳類が大量死する事態がニューヨークとニュージャージーの沿岸で見られます。この地球上で多くの生物が存続の危機にさらされ、またその事態を耐え忍ばなければなりません。どこの国にいても物資が輸入できない事態に見舞われます。中国は計画通りに世界中の貿易をできる限り手中に収めようとしてきます。そして独自の貿易圏を作ろうとするでしょう。パナマ運河に大打撃を与えて閉鎖することまで試みます。パナマ運河もユーフラテス川と同様に干上がり、その事態は2024年の6月から8月にかけてさらに深刻になります。パナマ運河は何度か完全なる閉鎖を余儀なくされるでしょう。あらゆる物資が流通しなくなり、だからこそ今まで繰り返し必要な物資を備蓄するよう呼びかけてきたのです。少しずつでも構いませんので自分ができることを進めてください。フランスのパリで大火災が発生し、歴史のある大きな建物が炎に包まれます。多くの場所が放火され、パリは大々的に燃え上がり、人々はテロに恐れおののくでしょう。そしてイタリアの古くからある教会が雷に打たれて火を吹きます。2024年から2025年にかけて大きく地軸は傾き、2024年9月から2025年2月にかけて今まで人類が体験したことのないような大地震が襲ってきます。マグニチュード9かそれ以上の激震になるでしょう。メキシコシティがそれらの地震に巻き込まれるのが見え、来年9月は特に大きな地震が到来します。空では大規模な磁気嵐が発生し、今までオーロラが見えなかった地域でもその光の共演を見ることになるでしょう。2024年はオーロラが広い範囲で見られる年となり、季節外れの光のショーが大空で演じられます。アラスカの北部で永久保存凍土が溶け出し、大規模な洪水が発生して近隣の村を洗い流します。大きなダムが決壊するのが見え、2024年後半から2025年初旬にかけて多くのインフラが破壊されます。世界中で自然災害や戦争、そして破壊活動によりインフラが崩壊するのです。有名な大きなダムが破壊されるのが見え、大量の水が一気に都市の中心に向かって注ぎ込みます。
例えばフーバーダムのように多くの人が訪れる有名な場所です。オーストラリアでは新たな専制政治が猛威を振るい、今までにないほど人々は立ち上がります。オーストラリアとニュージーランドの人々は我慢の限界に達し、同様の事態が世界中で起こるでしょう。そのような動きはすでに始まっていますが、それが記録的な状態にまで達するのが2024年と2025年になります。人々は一致団結し、そのうねりは歴史の教科書に載るような事態になり世界を席巻するでしょう。東海岸でそのうねりは大きく盛り上がり、オーストラリアは分断されるように感じます。国自体が2つに割れ、2つの政府が並立する事態になるでしょう。そのような動きは世界中で見られ、アメリカでさえも私たち自身の政府を取り戻す動きが今後10年ほど続き、その動きは早まるかもしれません。アメリカでは夏が終わり選挙のシーズンに入ると大混乱に見舞われ、2024年の大統領選挙は誰もが予想し得ない展開となります。まるで世界が驚愕した2016年の大統領選挙の再来となるかもしれません。大統領選挙の候補者は常に命の危険にさらされ、それは何もドナルド・トランプに限ったお話ではありません。また別の健康問題を引き起こして人口削減に邁進します。物事は疑いの目を持ってみてください。そして JFK にしたように誰かを排除しようとするでしょう。忘れてはならないのは未来は常にシフトして変化します。心に光を抱いて良い結果が来る方向へ導きましょう。皆様の未来は皆様の手の中にあり、それは世界の未来も同じなのです。目の前に起こる事態も皆様がその気になれば別の未来が待っています。瞑想して祈ることでそれは簡単に起こせるのです。そうやって良い方向へと世界を導きましょう。いかがでしょうか？今後2年で起こる大きな変革とはどのようなものになるのでしょうか。いい方向に行けばいいですが、当たり前にコオロギを食すような世界はごめんですね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。